はい、どうもこんにちは、レッツです。ということで今日は久々にダイソー購入品をやっていこうと思います。で、最近ショートでダイソー購入品をしてるんだけど、メインの動画でダイソー購入品やるって久々じゃない？で、買ってきたのがこれなんだけど、めっちゃ大量になった。で、新居になってからさ、まあ、普段って結構普通に使ってたものが、いざなかったら、あ、これないなとか、結構足りてないなっていうのが多くて、まあ、そういう時さ、やっぱダイソーってもうマジ最高すぎん。で、今日はね、ちょっと量が多いから、パンパンともうちょっと紹介していこうと思います。じゃあまずはね、1個目、もうこれ必需品、クリップハンガー2個セット。いや、これね、引っ越してきたばっかりの時にハンガー何でもいいやと思ってとりあえず買ったんだけど、洗濯干す時もさ、使ってみたらめっちゃ便利だし、もう結構バラバラになるの嫌いだから、もうちょっとハンガーは統一しようと思って同じの買ってみた。でさ、洗濯とかしてたら結構風とかで動いたりとか飛んだりしない？これね、ここがさ、ほらこうなるタイプだから、それがね、動かないし飛ばないしでめっちゃ便利なの。個人的にはね、すごいお気に入りだし、2個で100円っていうのも結構好き。で、次がね、こちら、ででん、今 50% 増量中のクリアパックのロング買った。で、これね、前回の増量キャンペーンの時に四角いタイプのやつ買ったんだけど、それすごいよくってさ、今もこれ使ってて、で、それがね、これなんだけど、見て、こんな感じで使ってる。これさ、最近作り置きおかずで俺がめっちゃ作ってるやつなんだけど、なんか結構さ、タッパとかってなんか100均で2個のとかって結構薄かったりするんだけど、すごいしっかりしてるし、今だったら 50% 増量で3つついてるのはこれ絶対買いだと思う。しかも大きくてもさ、3つってすごくない？これマジ魅力的でしょ。 800ml だって。またね、これをちょっと使っていこうと思います。ちなみにレンジ OK、 冷蔵庫冷凍庫 OK です。で、次がね、これステンレスのキャニスター、これ100円は絶対お得で、これもね、さっき作りおかず作ってるって言ったんだけど、見てこれ、これもう開封してるんだけど、すぐ浸かる漬物もの素、漬物もの素、見てこれ作ったやつ、ちゃんとできてるかな、ちゃんとできてるかわからないけど、まあ大丈夫でしょう。早速ちょっとこれに入れてみるわ。初作ってことで洗ってきたんだけど、なんかこれだけでめっちゃ映え、めっちゃいいんだけど。じゃあ早速投入。じゃあ待って、これさ、瓶に入れるだけでさ、ちょっと映えない？さっきの袋に入ってる時と瓶に入った時が全然違いすぎるんだけど、待って、全部立てな。 OK、 あとはギリギリ入るかな、あとは入ってくれ。おお、ぴったり、すごくない？ちょっと横から見たらピクルスみたい。見て、できた、キュウリの漬物、人生初のレス漬け。いや、すぐ漬け漬けただけだけどな。で、次はこれ、マグネットスイングケースタオル。これもさ、結構前にさ、正方形のやつ前に紹介したんだけど、今回さ、なんか長方形バージョンが出てた。チュッパチャップスも入るのはめっちゃ惹かれるよな。まあ、ただね、これが最近出たやつなのか前からあるのかよくわかんないけど、俺は最近見かけていいなと思ったから買ってみた。朝とかさ、俺インスタントコーヒーよくホットで飲んだりすることもあるんだけど、それのさ、スティック型にちょっと収納困ってて、これなら入るんじゃないかなと思って買ったんだけど、どうかな。見てこれさ、めっちゃ散らかってるんだけど、もうコーヒーのスラム街みたいな感じよ。ただこれさ、容量入りきらないかも。まあ、とりあえずこれ入れてこ、頼むぞ頼むぞ、チュッパチャップス入るし。まあ、普段ね、あんまりさ、ブラックばっか飲むんだけど、まあ、カロリーハーフだからいいかなと思って買ってみたら結構ハマっちゃったんだよね。あとこれ後ろにね、マグネットついてるのもね、すごいいいところ。あ、そっか、ここに入れるんだった。あ、でもさ、幅がさ、ちょうど2本分の幅になってる。ちょっと待って、俺チョイスいいんじゃない？チョイス、え、絶対さ、わっ、でも絶対全部入んない。これ何個入んだろう。え、ちょっと待って、ちょっと待って、全部で入るのは全部で8本入りました。え、でもこれさ、見て、見やすいし、ほら、ちょっと今日飲もうと思ったら冷蔵庫につけといたらすごい便利じゃない？これ何個か買えば収納できるか。で、次がね、グリーンポットウッドケース。で、俺さ、新居に引っ越してきてから、ほんと白と茶色とか黒とかもうベージュじゃん。もう緑が全然なくて、俺緑見るとちょっと気分上がるし、疲れた時とかも癒されるじゃん。だからなんかちょっと欲しいなと思ってたんだけど、これね、ちょっとなんか俺の中で、あ、これ癒されると思って買ってみた。まあ、もっとね、大きければ気分上がるかもしれないけど、これは癒しかな。まあ、これね、ちょっとまだどこに置くとかは決めてないけど、まあ、とにかく欲しくて買った。で、次買ったのがこれ、多分ペン立て、
これさ、見て中までさ、白いのさ、おしゃれじゃない？今なんかちょっとウッド調とかなんかグレーとかでさ、結構揃えてるからモノトーンな感じにしたいなと思ってこれにした。で、これ黒と白あったんだけど、ここに置くなら白かなと思って買ってみた。え、よくない？今まで結構俺黒い服着てるけど、なんか黒いものばっかり買ってたの。だからちょっと今回の新居になってから白を取り入れようと思って、密かに白ペンとかも、ほらめっちゃ良い。まあ、これはもうね、ペン立てとして使うと思います。これでバッチリ。俺あんまり白のイメージないな。そして次がこの缶たち。え、めっちゃおしゃれじゃない？見て、今回グレーとね、あとホワイトとこのブラックの3種類あったんだけど、ちょ、3種類ともおしゃれだし、ちょっとね、入れたいものがあるから、これ今回全部買ってみた。でもね、ちょっとこれ違うシリーズなんだけど、これもね、買った。なんかさ、全部上がね、ウッド調なんだけどさ、まあこれはね、ちょっとしたコーヒーとか飴とかね、お菓子を入れようかなと思って買いました。おしゃれすぎん？ 300 円で。これね、綿棒入れようかなと思って買ったんだけどさ、めっちゃ硬っ。さっきのと全然違う。え？小さい分すごい強力。え、これすごい逆に。で、これ綿棒入れるためにね、買ったんだけど、やっぱ硬っ。で、これさ、ケースが壊れてちょっと袋に入れてたんだけど、結構バラバラするんだよね。使いづらいし、早く欲しかったの。だから、つつく入れる。あ、高さバッチリじゃない？黒くて見えづらい。見て、収納完了。これでもう今日から綺麗に使える。やば、ちょうどすぎん？これで、次はね、レイヤーつけまー。俺さ、ラインライブとかで除草とかしたりするから、その企画の時に使おうと思って買ってみた。まだね、ただいつ使うかわかんないけど、とりあえず色がラインライブ色だ。次がクレンジングタオル、携帯パック。これなんかよくわかんないけど、良さそうだから買ったんだよね。なんか、ジップバッグになってるし。これなんだろうね。なんかね、後ろ見たら洗顔後にとか、デッピンとか、外出先で使えるらしいよ。なんか使用方法、メイクを落とす際は、メイク落としを含ませて優しく拭き取ってくださいとか、なんかいろいろ使えるみたい。え、万能じゃないこれ。え、いいもの買ったかも。ちょっと開けてみよう。しかもこれジップだからさ、あと保存できるんだね。てかで早速、開封！ここ点線ついてた。で、開けてみたら、ちょっと出にくい。あ、出た。出すとね、こんな感じ、なんか石鹸みたいじゃない？石鹸だよ、これほら。いや、違うけど。でさ、ここオープンって書いてて、開けたらさ、ほら、引き出せるようになってる。これだったらさ、外出先とか、なんか旅行先でも便利だよね。しかもちょっと、アウターのポケットなら入りそう。これすぐ入れそう。で、次がこれ。でん。英語のノート。で、これなんかね、黄色とオレンジあったんだけど、いつもだったら黄色買うんだよね。でもなんかこのオレンジさ、ちょっと好きだなと思って買った。で、なんかノートとかって俺いつもそうなんだけど、フィーリングで買わない。なんかこの見た目なら、ちょっと書くときテンション上がるかなみたいなので買うんだけど、今回はね、ちょっと仕事のなんかやらなきゃいけないこととか、あと YouTube でね、これしなきゃとか企画とか、LINE ライブのね、これしようってやつをね、ちょっと書き留めていこうと思って買いました。思った。なんかこういう色の、なんかこういう赤に近い方が、俺はもしかしたら、こうやる気が増すのかもしれない。そして最後が、これ。ドキュメントさんの20ポケット横型。これさ、前ちょっと前になんか話題にもなったやつだと思うんだけど、これね、ラス1で残ってたから、今買わなきゃと思って、速攻で買っちゃった。もう書類とにかく多くて、もうなんかいろんなのに置いてたらさ、わかんなくなっちゃうんだよね。だからちょっとまとめたいと思って買ったんだけど、これね、すごいのがさ、ドゥルルルルル、ほら、待って、やばくない？アコーディオンちゃうっていうか、これマジアコーディオンじゃない？いや、こんなに開くのにさ、閉じるときはさ、ほら見て、こんだけになるよ。すごくない？やば、見て、春雨の色で、これさ、今外側黒のやつ持ってるじゃん。これがね、クリアのやつもあった。でもクリアだったらさ、外からも見えたりするじゃん。黒だったら外から見えないかなと思ってこっちにした。秘密主義者なんで。はい、ということで新規初になってからのダイソー購入品だったんだけど、みんないかがだったでしょうか。で、結構やっぱさ、すごいおしゃれなもの多いし、クオリティ上がってるよね。前はさ、そんなにでもないなって思ってたものもすごいクオリティ上がってたりするし、この300円のフォルダなんかさ、食買でしょ絶対。まあ、新居生活に向けてね、だんだん物とかもちょっとずつ揃ってきたし、まあ、これ便利だよとか、長く使ってみて、あ、これやっぱ一番いいなって思うのあったら、またみんなにお伝えしようと思います。
ぜひチャンネル登録と高評価もお願いします。 SNS でもいろいろあげてるからみんなフォローもよろしくね。それではまたお次の動画でお会いしましょう。いつも見てくれてありがとう。バイバイ。